どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。マックス鈴木でございます。久々にアフレコ入れての、動画にしようかなと思い、こんな感じでスタートさせていただくんですけれども、どうぞしばし10分ちょいですね、お付き合いください。よろしくお願いいたします。まず行ってきた、連れて行っていただいたんですけど、こちらがね、昇龍って書いて、登山の途にドラゴンの龍で、東龍の麻布店さんというところにお邪魔させていただきました。でね、これ早速なんですけど、まあ、ちょっとね、角度的になんすか、こう上からとか、ちょっとまあ諸事情によりね、撮れなかったんで、こう下からな感じで、まあ、餃子なりラーメンなりとかいただいてるんですけど、これね、間違いなく、やばかったですね。まず何がやばいってね、値段がやばい。世の中に、もう一回言います、世の中に、こんな高い食べ物があるのかっていう。確かね、餃子1個で1皿5個ぐらいで、めっちゃでかいんですけど、2000円ぐらいしたんじゃなかったかな。ちょっともう記憶あやふやなんですけど、それぐらいちょっと常軌を逸した値段だったんですよね。まあ、結論というか、もうあれから感想から言うとめちゃくちゃ美味しかったんですけど、どれもこれニラそばっていうのもいただいてて、まあ高え。いやー、ちょっとね、信じられなかったです、マジで。いまだに信じられない。まあ、僕今自宅で撮ってて、これ1ヶ月前ぐらいに連れて行っていただいたやつなのかなっていうのを思い出しながら、ちょっとドラはアフレコね、入れてるんですけれど、まあやばいわ。それでいて、なんだ、やばいんですよね。いやー、皆さん、そういう経験ってあります？中華ってほんとピンキリなんだなっていうのを知ったんですよね。例えばそのうなぎとか、まあ、寿司とかしゃぶしゃぶとかすき焼きとか、なんかね、すっぽんとかフグとかなら分かるんですけど、中華ってすごいんですね。でね、すごいありがたいことに、フカヒレをね、お土産でいただいたんですよ。確かね、1人前8000円とか。いやー、こういうお食事をね、いただいている方が普通にいらっしゃるんだな、世の中広いなと感じたマックス鈴木でした。僕ね、中華といえばね、まあ一般的なのは麻婆豆腐とかチンジャオロースとかなんですけど、まあ、僕チンジャオロースとエビチリとホイコロが大好きで、まあご飯によく合うシリーズなんですけども、中でもやっぱエビチリが好きでね。でもやっぱエビチリってこう高いじゃないですか。だからあんまこう食べる機会ってそうそうないんですけど、まあなんかこう連れて行っていただいたりとか、まあイベントとか、あとまあチャレンジメニューとかでたまにあったりするんですけど、そういう時にね、まあ、がっつり食うみたいな感じなんですけども、あと食べ放題とかで、まあ、がっつりは取らないんですけどね、食べ放題とかだとあんまり。そうなんですよね。なんか昔からなんですけど、餃子ってうまいんですけど、例えばラーメン屋行って餃子と、あ、ラーメンとチャーハンみたいな、ラーメンと餃子みたいなのと僕正直あんまりないんですよ。餃子にね、そこまで正直魅力を感じないというか、なんつうんだろう、じゃ餃子とチャーハンと餃子頼みましたとか、ラーメンと餃子頼みましたみたいな、あんまテンション上がらないんですよね。でも美味しい餃子だけだとすごいテンション上がるんです。なんでなのかちょっとよくわからない。だからむしろ餃子だけとかのがいいです。餃子だけ5人前とか、あれなんかね、不思議な感覚なんだよな。わかる人いるかな、これ共感の人、共感の人。これなんだ、これね、なんだあれ、カニ玉丼みたいなのだったかな。あ、天津飯だ。で、
天津飯ね、ちょっと大きいあのドン・キホーテさんとかで売ってる100円ぐらいのどら焼きあるじゃないですか、あのサービス満点どら焼きみたいな、あれぐらいの量で3000円ぐらいするんですよいやね、味はめちゃくちゃうまいんだけどね、値段がまあないわいや無理じゃね、自分じゃ頼めないっすよ、女でもね、一つ思ったのはもうなんか違うわ、なんかね、自分が住む世界の食べ物じゃない、少なくとも一つ言えることは、いやあの美味しいんですけど、町中華のは落ち着くかな味は。でもこういうのも知っといた方がいいんですよね絶対。例えばなんかフランス料理のね、わかんないですけど、いいとこのフレンチのフルコースだとか、いいとこのイタリアンだとか、それこそ和食和食のね、懐石料理だとか、こういうのってどうなんですか、普通に例えばあのすごい方たちっていらっしゃるじゃないですか、世の中には。やっぱりそういう方たちって普通に行くんですか、こういうとこ。よくわかんないんですよ僕、教えていただきたい、その辺を。普段使いなの、接待、わかんないけど、なんかパーティー、謎が謎を呼びなんですけれども、この僕の中でこう連れて行っていただいたのが、あの前回はあれだ、寿司三昧匠さん、銀座にある、で今回この赤坂の東龍さんなんですけれども、まあ自分ではあのそんなやっぱり行けないというかね、あれなんで、すごい人生の中で貴重な経験ですよね。いやでも知っといて損はないなって思いましたね、すごい。いやーでもどうなんすかね、やっぱすごいとこはすごいな。あと思ったのが、味ももちろんすげえうまいんですけど、まあ正直ちょっと僕庶民なんで、ちょっとね、あの貴族のというかレベルの違いにちょっとテンパった部分はあるんですけれど、あれ今俺何話そうとしたんっけ、これそうあのね、サービスもすごいです、あの接客、運ぶ方のそのなんていうんですか、質って言ったらあれなのかな、ちょっとよくわかんないですけど、まあとにかくすごかったです。まあ少なくとも言えるのは、その何も不自由のない感じというか、まあ、なんかすごかった、楽しく食事に集中できるというか、いい意味でって感じでしたね。こんなん食べてんだ俺、これ多分あのカシューナッツと鶏肉の炒めたやつみたいな、これ好きなんですよ僕。ナッツがねちょっと炒められて、ちょっとしっとりしたカリみたいなのと、あの鶏肉のプリッてしたのと、なんかやっぱこう油の感じがいいんですかね。でこれね、デフォがねジャスミン茶なんですよ、デフォが美味しかった確か。あとね、なんだっけな、あのお店の方のご厚意かなんかで、あの酔っ払いエビって言ったかな、なんか
紹興酒をでエビをつけたみたいなやつがあって、なんかものすごいカラメル色した小ぶりなエビみたいな感じでなんですよ、見た目はね。食べるとなんか甘い感じなんですけど、あれうまかったな。誰か知ってる方いらっしゃいますかね、いたらコメントください。いらっしゃったらよ、酔っ払いエビだったかな、むちゃくちゃうまかった。なんか半生のエビみたいな、エビのなんか生のエビの漬物みたいな感じです。なんかみりん漬けみたいな、なんかちょっと甘い感じの、そんな感じでしたね。やっぱまあうまいとこうやって笑顔になるんだな、自然とな。ピータンとかも食べたけど、いただいたんですけど、まあうまかったわ。もうもやっぱこうね、人をご招待とかできることならしたいですけどね、僕には無理だな。でも多分世の中広いからもっといろいろ、あ、これね、チンジャオロース弁当かな、これもねものすごい入れ出します。世の中広いです。でもこの庶民の僕でもね、食べるとちょっと明らかに物が違ってのは分かった。また行きたいな。なんか記念日とかだな。でもやっぱ周りのお客様とか見てもやっぱなんか雰囲気ありましたわ。なんか独特な、なんか違かったかな。いや僕ね、全然関係ない話していいですか。限界系いろいろやっていこうと思ってるんですよ。全く動画と関係ないですけど、今映像と今考えてるのが卵で、マット・ストーニーっていう選手がいて、アメリカネイサンズの優勝もしたことある人がいて、その人が100個の卵を使ったスクランブルエッグを食べるみたいな動画を上げてて、で2018年 今年僕がコニーアイランドを行った時の僕の右顔面で言うと左で映ってたダロンさんっていう日本語喋れるすごいお世話の方なんですけど、姉さんズでその方がマット・ストーニーのやつ ×2 みたいな200個のスクランブルエッグにチャレンジみたいな動画を上げてたんですよ。だからこれ300個とかやってたら面白いのかなみたいなね、ちょっとやってみようかなとか。あとそれに限らず白米だけだったら人はどのぐらい、まあ、人はっていうかもう僕はなんですけど、どれぐらい食べれるのかとか、ざるそばだったら何ざる食べれるのとか、まあ、過去にやってるんですけれども改めて、ちょっとやってみようかななんて思ってるんですよね。なんか実現できるかわからないんですけれど、もしなんかこんなの見てみたいなんてあったらコメントください。よろしくお願いします。これなんだ、キクラゲかな。ああ、ごちそうさまだ。すいません、ダラダラしちゃったおしゃべりで最後までご視聴ありがとうございました。またちょっと時期を見て、上げさせていただきたいと思います。アフレコ動画そんな感じです。噛むよねラストでね。マックス鈴木でした。またねー。